にちは、手作りパンの山近でーす。今日は寝起きでメイクをしてみたいと思いまーす。ちょっとあれだね、服も慌てて着替えてきたから一番上まで止めてくの忘れちゃった。鍵も入ってるし。というわけで、ちょっとこの髪型でお会いする人が初めての方もいるかもしれないんですけども、先日髪を切りまして、オカリナさんと同じ髪型にしてくださいって言ったらどうなるのかを研修してきました。まあこんな感じですちょっとあれだね、街歩くのがちょっと気になるレベルまで来ましたけれど、はい。そして皆さんもお気づきだと思うんですけど、カメラを新調したらこんな映像になってしまいました。今回のメイク動画はシネマ調でお楽しみください。でも今日はしっかり可愛くしていこうと思って、初めてのつけまつげに挑戦します。というわけで、じゃあ早速メイクしていきましょう。じゃあちょっとまずはこちら食べ物かい。やっぱ化粧するにはね、朝ごはんを入れつつ、というわけで朝ごはん2種類用意してます。もうさっき食べちゃったんだけど、ベースブレッドとわさビーフ、こちらを食べつつメイクを進めていきます。わさビーフめっちゃ久しぶりで嬉しい。いただきます。うわこれやばいやばい、うわこれ。まずはね、ちょっと髪止めで、早速下地からラロシポゼの下地をつけていきます。これが断っておくの忘れたんですけど、めちゃめちゃズボラメイクです。もう直で塗るし、直で伸ばします。それだけ我慢してもらえれば。ラロシポゼの下地を塗ります。これはもう赴くままに。ラロシポゼの下地はもう一生使ってる、一昨年のクリスマスにもらったものをまだ全然使ってる。塗れました。でも本当にね、これうまいよ、食べ物として。アビールのいいところはビーフの部分、やっぱわさびだけじゃなくてビーフの部分がめっちゃいい、めっちゃいい。これありがたいのよ。絶対さ、この後歯磨きすることになるのに、でもしっかり口周りまで化粧していきます。次はこれのね、ザセムのコンシーラー、これも一生使ってる、こっちの方が古参かもしれん。でこれでコンシーラーを、まあ、ある程度なんか赤いところとかに塗り広げていく。全部指で眉毛をしていく。この眉毛のやつはアエナっていう激安のお店があるんだけど、そこで300円ぐらいで買ったの。でも元値は多分1600円ぐらいするんじゃないかな。一応パンもいただきます朝起きた瞬間から私は結構お腹が空いてんだけど、それをなんかちょっとぽっちゃり女子のあるあるみたいなのであげたら、なんかコメントでは、いや朝起きて腹減ってんのは当たり前だろ上皇みたいなのが来て、え待って、みんな朝寝起きお腹空いてんだと思って、それを初に報告したら、初はそんなわけねえだろって言ってたから、なんか本当人によるんだと思う。もしかしたらコメントをくれた人が仲間な説はあるよね。ちょっとボリューミーボディ BB の可能性がある。急いでメイクに戻ります。つけまつげをつけるタイミングを知らないわけだ。もしかしたら今で、つけまつげってどうやってつけるのか、買ったはいいんだけどどうしていいかわからないんだよね。とりあえずなんか買ったもの全部開けてみるね。これはなんでしょうかこれさ、メイク動画をあげようって思ってから2ヶ月経ったからちょっと買ったもの忘れちゃってんだよね。これまつげのノリ、つけまつげのノリ、え待って、全然違うわ。リップだわこれ。私がさ、ベタベタ触ったところの指紋が全部ついてるやだ、新しいのに。ちょっと広げて、あせっかくだからね、ちょっとつけまつげをいくか。じゃあ見えるかな、これ若い繊細でや、かであるちょっと怪しいところから買ってしまったかもしれない。柔らかい素材は、あなたの系風のような快適さと美しさを持ってきます。ハッピービューティフリー。知らない英語が。つけまつげはめっちゃね、つけるのにいいよって書いてあったピンセットも買ってきました。これをつける、糊がない。つけまつげの糊を大昔に買った記憶があって、それがどっかにあるだろうって思って高くて買わなかったんだけど、え待って待って、のりなくてもいけんのかな。なんかのりっぽいところについてはいたけど、えどうなのが正解だ。いった、え待って、結構目じゃね。あ待って、わかる。えそばにいるんだけど一本え、これさ、置いただけでもさ、まだいる？え、もういない？え、まだいる？もういない？もういなくなった？あ、ダメでした
つけまつげは一旦置いといて、メインなのに一旦置いといて、他の化粧していきます。今日はちょっとピンク色の化粧していくということで、ノボですね。めちゃめちゃ多分中国のパチモン、ブラシはもちろん中指です。中指ブラシでやっていきます。外側に向かってグラデーションしていくよ。これ今めちゃめちゃハマってるヴィヴァンっていうドラマのドラムっていうおっちゃりの役者さんがめっちゃ可愛いんだよね。で、目の下に赤を乗せていくよ。色がついてるところは全部目ですよって、目にも言い聞かせていかないと。色がついてるところは全部目ですよって。でんでんで大事なアイライン、アイラインもね、アエナっていう激安のお店でね、鬼滅のコラボのワンデータトゥーがめっちゃめちゃ安い、300円台だったかもしれん。税込み400円台だったかもしれん。で、ぐらいで買えるから、2色も買っちゃった。こっちがブラウンブラックで、こっちがガチブラック。今日はちょっとガチブラック行ってみる？イエス。ピュン。力強く。ういしょー。ういしょー。こういう時さ、絶対この左右でさ、どっちかやらずにさ、この違いをさ、見せつけた方がいいに決まってたじゃん。でんでんでんで、一番、つけるとテンションが上がるやつ。だね、これじゃない、じゃん、はエチュードハウスのルックアットマイアイジュエル、多分あ、違う指使おう、ブラシチェンジ。こいつを涙袋の下に塗るとすごいことになるんだよ。どないな。で、待って待って、今になってさフェイスパウダー見つけたちょっと一旦塗ってこ、フェイスパウダー白いパフパフにしよう。すごい粉飛んでるわ。振りすぎて。これはズーシーのフェイスパウダー。こいつをね、顔に塗るとね、なんかもう、白赤ちゃんみたいになる。やばい、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 やばい。中指でさ、塗ってたからさ、鼻についちゃったピンクが。まあ、かわいいか。かわいいからいいか。じゃーん、これは、アイシャドウなんですけど、チークみたいに使ってる発色がえぐいから、頬の山につけていくよ。鼻と、ここね。あ、やべ。顎、打ったレベルで色つけてしまった。え、待って待って待って。あ、完全に顎打ってますね、これは。で、一応顔に影をつけていきます。せっかくだから。顔をね、なんか今更その小さくしたとて、秒で20顎なんだけど、鼻はさ、やっぱ、高ければ高い方が良くない？あべ。腹減ってきちゃった。ちょっと待ってね。ちょっとしばらく入れてなかったから。ねえ、うまい。うまい、うまい、うまい、うまい。これもね、めっちゃめちゃ可愛いよ。ズーシーの、なんだこれ。あ、書いてあった。ありがてえ、ズーシーの惑星ハイライト。もう、見て。キラキラ。こいつは、もう、公式が指でつけてくださいって言ってるからね、容赦なく指でつけていく。まつげを入れますよ。息で、温めていくよ。ぴょん。ぴょん。じゃん。これも、もうめっちゃおすすめできる。これはね、マスカラベースなんだけど、全然黒いから、もうマスカラ。おら。おら。ほら。ラスト！なんだこりゃ。シェグラム。シェグラムのリップグロス。へ、かわいい。色がかわいい。いきます。よっ。唇の色がそのままなんかトーンアップしたぐらいのナチュラルさ。いいな、これ。いいじゃん、めっちゃ。で、これでやっぱその、前髪を下ろして、お金屋さんに戻るか、石原さとみに進むかっていう話なんだよね、こっから。こっからは。さ、鼻水が出たところで。完成しました。まあまあ、ちょっと、一回じゃちゃんと見てもらってもいいですか？はい、どうもありがとうございました。じゃ、次は絶対、つけまつげでもう一段階上に行きたいと思います。見てください。以上、ご視聴ありがとうございました。手作りパンの山近でした。かねかね、ありがとうございました。